じゃあ見てみる？うちのスト6サーバーが今どんだけ盛り上がりを見せてるか見てみる？現在、6337人の、プレイヤーが参加してくれてます。だいたい2週間ぐらいかな。すごい量のプレイヤーが入ってくれてます。で、いろいろね、モデレーターの人たちといろいろ、運営してくれてるね、このコメント欄にもいるんだけど、この人たちの、いろいろ借りて、はい、必ず見るルール、これもね、この人がやってくれました。1、喧嘩やマナー違反、悪いことしちゃダメ、発見した場合は報告してください、みんなで仲良くゲームをしよう、これはね、ノーゲームノーライフから持ってきた言葉ですね、これね。で、まあいろいろ対戦募集の書き方とかが書かれて、違反行為を確認した場合とかいうのがあるので、で、こういう、入ったらこうしてくださいっていうのが書かれてます。はい。でね、更新情報も、ね、しっかりこのね、剣道長来さんがね、運営してくれて、僕もまあいろいろそのやるぞっていうので、この人が ほぼ運営してくれるんですが、俺は何を言ってるんだ、いいねいいね、何を言ってるんだ俺は、こいつは更新情報で俺は何を言ってる。で、こう俺が5000人突破しました、1万人目指して、あれ、ここでは、まあ、俺だけがつぶやけるチャットがあって、で、こういうところでいろいろね、なんだろう、丸々どうやってやるんですかとかを全部、この人がねやってくれて、でね、サバのアイコンなんかもね、いろいろこうやってくれてるんですよ。いろいろここにいろいろあるんですが、これ多分サーバーに入ったら見れるんで、みんなよく見てください。はい、これちょっとやったら僕のフォルダが見えちゃうんで。で、スト6質問共有広場、もうこれはもうキャラとか、まあ何でもいいんで、とりあえずスト6質問広場があります。はい、6000人いるんでね、誰かが教えてくれる、そういう現場になっております。はい、みんなね、温かくね、この人のこの質問してくれた人のためになるためにみんなやってくれるんでね。ほら、起き上がりは、ほら、マノン、クラシックマノン 1750MR の人が弱点を教えてくれてるからね、これちょっとあったかいよな。で、自己紹介のところがあって、ここでほら、みんなここでね、よろしくお願いしますって。お友達も作れます、みんな格ゲー友達も作れます。はい、こうやってパーって見ていくとね、クソ強いやつがたまに入ってたりしてるんで、はい。で、フリーチャットもしっかりございます。ほら、ちゃんとみんなでいろんなに6000人のチャットだからね。で、ほら、こういう風に、本日、ストリートファイターリーグプレイオフ無料公開日です。1日目3時から、2日目7時から PS マキシマム、DJ 使いなのでね、マキシマムらしいですね。はい、ここで MM さん前 YouTube に上がってる上手い人の対戦技能もね、知り合いにも会いますと。で、こういう風にね、知り合いにも会えたりします。で、応援チャンネル、これが俺が作ってくれって懇願した応援チャンネル、やっぱり心がね、折れそうになる時あるからね、ここでみんなで絆舐め合いにするんですよ。昨日初めてランク戦に出たら、想像以上に自分の思った動きができなくてしんどい、何が悪くて負けたのか、何がその気持ち分かります。なんかうまく動かせないから、勝っても負けてもよくわからないですよね。自分のやりたい動きを持ってらっしゃるようなので、勝敗にかかわらず何を成功させるかを目標にしてはいかがでしょうか。例えば練習したコンボを試してみるとか、弾打った後対空を意識するとか、それはプロがやってるかっこいい動きだったり、動画で紹介されてた動きだったり、何でもいいです。なぜそうしているかは後から必ずついてきます。まずは何か一つ決めて実践で使っていく成功も素晴らしい。もう俺こう思うね、もう本当でしょ、もう俺ストリートファイター5、僕ストファイからやってるんですけど、こういうとこ欲しかった、本当に。あったかい、どうやってもシルバーから上がれない、何をどうしたらいいでしょうか。いつぞやのランクで見た記憶のある名前、キャミーはおせおせが強い分会ったことありました。おもろ、おもろいな。今日気合い入れてやってみます。はい、メンタル回復しました。タケノコキャミーさん頑張ってください。こういう風に、しかも俺ね、このチャットがすごい一番いいと思う。これすごい、デバイスをひたすら語り合ってるやつらがいるんだよね。これいいよな。ちなみにここで、すいません、〇〇で〇〇で、なんかいい感じのアケコンないですかねって言ったら、Amazon のリンクとか買えるところとか、使ってみた時の感想とか、ほら、こういうので買ってみた人、使ってる人の情報
交換なんだよ。すごくない？もうわかんないもん。チェリー MX 互換スイッチを純正採用している G シリーズとボードミニは交換用のスイッチの選択肢がかなり多いという意味で買いやすい。 T シリーズにわかんねえんだよ。もうこのデバイスで喋ってる人は俺も何言ってるかわかんねえんだよ。だからやっぱこういうところもね対応してるからね。これ結構このチャット人気だよ。コントローラー雑談は結構人気なところですね。でコーチング募集1、ほらこれいいんですよ。コーチングこれすごいんだよ、ニューチャレンジャーコーチング募集クラシック DJ。 ある程度コンボはできるんですが、コンボにつながるなかなかで、どなたか教えてください。教えましょうか。まだまだ浅いのですが、よければお手伝いしましょうか。返信お聞きください。もうすまっ、もうあったかすぎる。何このもう全員ダットリみたいな。よければお手伝いしましょうか。コーチングは300件を超えた。もうみんなやっぱ格ゲーマーはね結構やっぱみんなやっぱちゃんとしてるよね、すごく。で次コーチング募集に、コーチングを募集したい人、こっちもねあるんで、いろいろとクラシックだのモダンだの、あのこういうタグをつけてモダンマノンとかにやれば、あの一目で見てモダンマリーザなんだなとか、あクラシックチュンリーなんだなってのが分かったりする。これね、あの運営のね、ケンドさんがね入れてくれた。これすごいよね。そう、ディスコードはコミュニティチャンネルで使うとこういうことができる。もう全部やってもらってるけど、俺はもうとりあえず代表として やろうって言ってやってるだけで、本当にこのサポートの2人には感謝感激雨あられ。でこういう風にダイヤモンド以上からの、対戦募集とかもここでいろいろね。やっぱスト6で、あ暇だな、誰とも対戦しないな、カスタムルーム適当に入ってこうとかっていう行為ってあるんだよね。だから結構ここでねちょろちょろってやってすぐ引っかかったりしたりするからすごいよね。で中級者もしっかりとプラチナ帯だのゴールド帯だのとかで、初心者を対戦募集チャットが結構ねいいんだよ。あいいね、初心者ちょっと見んのおもろいな。こっち来いよ、ニコやってる、もちろん。どこで3333 VC はありでやってます。あーやってたんや、オン表示いいね、仲良くなってる。いいんです、あの別言葉遣い汚くてもいいです、相手に失礼にならなければ。はい、もうダチですこいつらは。マリーザ同士でマリーザ同士のダチができてます、初心者対戦募集チャットで。おんおん3でやってるぞみたいな。でね結構このね誰でも対戦チャットもね割と人気ではあるね。なんかこの辺入ったろうかな、これこんにちはつってインタビューしていい、インタビューしたい。でこの村チャットもマジで伸びたね。最初の頃はどうなんだろうと思ったけど、結構こういう風にやばくない DJ MR1800M ルークきつすぎるんですけど、自分が意識しないとできるだけ。やばくない ?MR1800 からアドバイスもらえるんだよ。こういう風にね、日々キャラクターのね、なんて言うんだろう、発掘がいろいろ行われてて、このチャット見るだけでもマジでおもろいからね。はあ、なるほどってなるからね。そう、いろいろ村ごとにやっぱこういう、やっぱ MR 高い人たちが率先して引っ張っていってるイメージがね、やっぱすごいあるね。俺知ってんだよ、ダルシム村にな。見て師匠が来たんだよ。基本的にヨガアッパーで対空した際は、中華大フレームで有利が取れます。相手がパリーしているなら弱フレームにすれば相手に当たらないので、パリー見せ誘ってダッシュ投げてパニカン取れます。おーダルシム村いいぞ今。見てみろお前この量の文字を。でこういう風にねもう全部の村でやってるさ。エドモンド国技館見てみるか。どすこーい M ホンダで認定受けたらゴールドになったでごわす。今のところ最高ランクで戸惑ってくるでごわす。あーでもちゃんと教えてるぞホンダ村もね。どっか入っていい VC ない、誰かいない、もうこの2人でやってる人とかでもいいからさ、ちょっとインタビューさせてよ。なんかこうしてほしいとことか聞きたい、ちょっといる誰か。おタロリム見てるか、タロリム見てるか、タロリム見てる、ちょ行っていいか、ちょっと行っていいか、インタビューさせてください。今ねどうする絶対なってるよ今。どうする
どうするどうするってなってる。いいですよ、し着いた。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも、あ、違う、配信の音なんか。あ、いや、いつもサーバー使ってくれてありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですかこのサーバー。めっちゃ使いやすいです、ね、楽しいです。いいですか、楽しいですか。楽しいです。友達増えたりしました、ここで。増えました。あ、よかった。なんかこうしてほしいとか、なんか新しくこういうのを作ってほしいとか、なんかあれば。やばい、満足すぎてなんもないな。確かに満足満足すぎてなんもないですね。ほんますか、ありがとうございます。ちなみにこの中で一番強いのは健次郎さん。健次郎さん、健次郎さ ん、健次郎さんランクのプラチナさんが一番強いか、ここ。そうですね。あー、いいねー。やっぱレベル感でこうやってやってるんだな、同じレベル同士で。そうですね、まあ、でもチャット分けていただいているんで。あ、はいはいはい。ああ、なるほど、はい、ありがとうございます。中心は全然出ちゃうけど、ありがとうございます。じゃあ今度ね、あのなんかこのサーバーで大会みたいのもやれたらなと思ってるんで、よろしかったらぜひ、ね、参加してください。本当ですか。はい、本当ですか。ありがとうございます。めちゃめちゃ大変そうですけど、はい。いや、もう何もしないですけどね、俺は。何もしないですけどね、ケンドさんがすごい有能で。あ、このアインさんも有能なんで、ありがとうございます。じゃあ、ぜひ楽しんで。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。嬉しい嬉しい超嬉しい嬉しい嬉しい、こんなこと作った甲斐があるわ。まあいろいろ、まあ問題とかも起きてくると思うんですけど、まあみんなで頑張って対処していって、いい村に、いい王国にしましょうね。よろしかったら皆さん、概要欄の方にね、あのディスコードの参加するところ URL 貼ってるんで、もしね、スト6初めて、友達いないよ、初めてだよ、教えてる人、教える人欲しいなって人はね、よかったら入ってきてください。